2004年12月5日、中山競馬場での2歳新馬戦でデビューし、1着。2005年初戦の500万下特別黒畜賞で、シーザリオの4着となった後2月東京競馬場での500万、下条件戦で2勝目を挙げ、スプリングステークスでもウィンクル制度の追撃を、振り切って、重賞発制覇。クラシック三冠路線では、ディープインパクトの前に、 サツキ賞8着、日本ダービー14着という結果に終わる。秋は、富士ステークス7着、中日新聞杯では、グランリオの2着に入った。2006年は、中山金杯から指導して発戦するも3着以内は一度も、なく、5歳となった2007年は、初戦のニューイヤーステークスで、スプリングステークス以来の勝利を収め、続く、中山記念でも、 ローエングリンの3着に入るものの続く3戦は勝てず、エプソムカップ6着後1年半近く休養に入った。2008年11月のカシオペアステークスで戦列に復帰したが、2008年、2009年ともに勝てず自前に終わる。2010年も前半4戦では依然として勝てなかったが、秋に入り秋初戦の富士ステークス13着から、 望んだ福島記念では12番人気ながら直線でディアレトゥーサを差し切って勝利。2007年のニューイヤーステークス以来およそ3年10ヶ月ぶり、重賞に限ってみても2005年のスプリングステークス以来およそ5年8ヶ月ぶりの勝利でメジローマイヤーが持っていた中央競馬における重賞最長間隔勝利記録を大きく更新した。その後は、 最後のレースとなった2012年の中山金杯まで11戦したが、掲示板内に入ったのはわずか一度という成績に終わり、2012年中山金杯で、フェデラリストの14着だったのが、最後の競馬となって2012年1月11日付で、競争馬登録を抹消された。引退後は、福島競馬場で乗馬となり、誘導馬に転じた後2015年に、 福島競馬場をタイウマヤ語は福島県鏡市町の岩瀬牧場に移った。以下の内容はヤビスサーチおよび netkeiba.com に基づく。ありがとうございます。